十万なんかもらったって間に合わないよ。いやドラゴンさん待ってください。ドラゴンさんいなくて、ミライダマさん待ってください。ちょっと、はい、それはね、あの気持ちはありがたくあのもらいたいんですよ、自分も。だけど、ありがたくありがたいですか？全然ありがたくないです、僕。全然ありがたくないです。足りない。何言ってんの？だから発信者が間違ってっからダメなんだよ。何言ってんの？いや、あのね、10万なんて、あの、太郎さん言ってんな、1人20万、まずはこれ終わりで、これ家にいてね、これ当たり前のことなの。だからこの感覚が私たちにないからダメなの。国民はだよ、人として当たり前に普通の生活をする権利がある。憲法第25条で、もうこれは認められてんの。それをできてねえんだから、政府が責任を取らなきゃダメだって言わなきゃダメなんだよ、10万。はダメだろ、そんなこと言ってたら。ダメ。武藤さんも毎月欲しいって言ってたから、武藤さんにも言ったら、そんなの違いますって。俺だったら毎月30万だよ。当たり前、1人30万。そのぐらい当たり前。俺ら毎どのぐらい払ってきたの、消費税で。どのぐらい絞り取られたの、もう国民に返してよ。もう離婚なの、みんな勉強して。本当に。怒るとこなの、今日は。それは。ふざけんな。税制だって考えたよ、だって。税収どのぐらいあります？ 60 兆円しかないんですよ。GDP500 兆円ですよ。500兆円の中の、ね、60兆円しかないってことは1割ちょっとですよ。じゃあその中の20兆円は消費税。じゃあ消費税しかないってことで40兆円しか集まってないと。皆さんどのぐらい所得税取られてんの？ 1 割もいらないんだよ、本当のこと言ったら。計算できるでしょ、小学生だって。できますよね。500兆円あって60兆円しか集まってなくて、その中の20兆円は消費税なんですよ。40兆円しか集めることができてないの。所得税1割も取れなくていいってこと。全員の給料は500兆円もあるんですよ。理解してください。ドロップはほら、なんとかしろよ。いや、自分が言いたかったのは、その10万円足りないんです、足りないんです。そんなんじゃやめてんですよ、政府。そんなの分かってるんですよ。やめてんです。分かってるんですよ。10万なんか話したら。だから言ってください。言ってください。やめてんだって言ってください。分かってんならいいのは、そう。はい。自分が言いたいのは、その10万円を、ね、目暮らしにして、ね、裏で憲法改正なりね、そういうふうなことをやるのがね、もう汚いって言いたいんですよ、自分は。それはもう10万円の前からやってるんですよ。あの、10万円の前からやってるんです。もう、あの、ダイヤモンドクイーンズ号の時からもやってるし、はっきり言って桜の花見のとプリンセスのダイヤモンド号がやってるし、花見の時からずっとやってるの。皆さん気づいてないだけです。陰でやってます。みんなが花見だ花見だって怒ってる後ろでは FTA 交渉やってるし、野党もだらしないの。誰も反対してないの。そういうことを言わなきゃダメなんです。こういうとこで YouTube で本当のことをじゃなかったら、つまんねえこと、誰も知ってること話したって意味ないんです。